さて、今日のトランスフォーマーは、前回までのあらすじ、サイバトロンとマキシマルの前に現れたテラーコンのリーダースカージは、マキシマルを装備したサイバトロン戦士たちですら歯が立たないほどの実力を見せた。だが、マキシマルのリーダー、オプティマス・プライマルがバンブルの武器に変形。射撃の主であるバンブルですら反動に耐えられないような光線を放ち、ついにスカージを撃退した。だが、戦いに勝利したサイバトロン戦士たちだったが、マキシマルのリーダーオプティマス・プライマルは、サイバトロンのリーダーコンボイ司令官を連れてこないと、正式に手を組むことはできないと言い去っていく。一方、戦いに敗れたテラーコンたちは、新たなる作戦を立てようとしていた。そして、腕が治りました、スカージ様。で、よくやったぞ、サンドスピア。実によくやった。いや、そんな、大したことありますわ。これはせめてものレーダーサンドスピア。受け取るがいい。どう？スカージだろ、一体何よ。ギャーン、怖い。スカージ様のむっつりスケベ。よかった、サンドスピアは無事みてぇだな。マキシマルの奴らめ、サイバトロンと組んで我らを滅ぼそうなどといらぬ知恵を身につけおってか。ですがスカージ殿、マキシマルのリーダーオプティマスプライマルはサイバトロンと手を組むことにはあまり好意的ではないようです。それは奴らのリーダーコンボイ司令官とまだ合流していないからだ。奴と合流すれば必ずマキシマルはサイバトロンと手を組む。そうだ、フリーザよ、以前サイバトロンの基地に潜入した時、奴らの基地にエネルゴン感知装置なるものが置いてあったと言っていたな。はい、あのサイバトロンのホイールジャックの発明品のようです。ならばそれを破壊してしまえば奴らがコンボイと合流することは不可能。フリーザよ、お前はスコルポノックと共にサイバトロンの基地に潜入しろ。そして奴らの基地もろともそのエネルゴン感知装置を跡形もなく消し飛ばしてしまうのだ。心得ました、スカージ殿。すべては偉大なるユニクロン様のため。その意気だ。では行くがよい。一方、自分たちの基地が狙われているとは知る由もしないサイバトロン戦士たちは、ホイールジャック、エネルゴン感知装置に新しいサイバトロンの反応は今のところは全くないさ。この3日間ずっとこの装置とにらめっこしてるけど全く反応がないよ。なら早くしてくれよ、ホイールジャック。コンボイ司令官が見つからないとマキシマルたちはもう手を貸してくれないんだよ。もしその間にテラーコンに襲撃されたら、オイラたちは奴らに殺される一方だよ。落ち着いて、バンブル。あなたの気持ちもわかるけど、どうにもならないものはどうにもならないのよ。そんな。怖い怖い。お仲間が見つからなくてピリピリムードが漂ってるみたいだな、この基地には。で、お前はスコルポノック。じゃあもっと俺がピリピリムードにしてやるぜ。そのエネルゴン感知装置をぶっ壊してやるのさ。そんなことは許さないぞ、サイバトロン戦士アタック。おなに、どこに消えたの。やつはサソリだ。壁だろうと天井だろうと自由自在に動き回れる。その通りだ、ホイールジャック。ホイールジャック。ああ、また視聴者から弱いってコメント書かれちゃうよ。かわいそうに、ホイールジャック。気絶してるから自分の発明品がぶっ壊されるところを拝めねえなんてな。そうはさせないわ。これでも食らえ。おのれ、わかってんだぜ。マキシマルの奴らは助けに来ねえんだろ。お前らのリーダーコンボイ司令官が見つからないからな。黙れ。マキシマルたちがいなくたってお前なんかひとひねりにしてやるぞ、スコルポノック。そう熱くなるんじゃねえよ。結局てめえら俺たちテラー君にはかなわなかったってことだ。潔く諦めちまえば気分もすっきりするぜ。知ってるかしら、地球には諦めたらそこで試合終了って言葉があるのよ。
どれだけ希望を失おうと、私たちは地球を守るために戦い続けるわ。ええ、スーク。さあ、生きがってられるのも今のうちだぞ。デリアッド。助かったわ、バンブル。ああ、まったくどこまでも嫌なやつだよ、あのスコルポノックって。うん、いて、いきなりスコルポノックからの襲撃を受けるなんて。どこれはデリアデイデイどこまで俺の攻撃に耐えられるかな、アーシーにバンブルよ。奴の毒針攻撃は厄介よ。ああ、あれを食らったらしばらく動けないんだもんね。大変だ君たち。どうしたのフィルジャック。この基地に爆弾が。爆弾の設置完了したぜスコルポノック。その声はフリーザー。バカめ、スコルポノックはただの時間稼ぎさ。俺様が爆弾を設置するまでの間のね、あと30秒で俺様がこの基地の78箇所に仕掛けた超小型爆弾が爆発する。しかも爆弾の一つ一つはパスワードを入れなきゃ解除できないから実質的に解除は不可能だ。もはやお前たちに残された選択肢は2つ。この基地と共に爆発するか、この基地をおとなしく捨てるかだ。大変だわ、急いで脱出しないと。でもこのエネルゴの感知装置だけは置いていくわけにはいかない。コンボイ司令官を見つけることができる唯一のアイテムなんだ。へへへ、すぐ行ってるうちにあと15秒ほどで爆発するぜ。よし逃げるぞスクルボロック。うーフリーザー、うんじゃま、せいぜいゆっくり悩んどけ、サイバトロンども。もう時間がないわ、ホイールショック。待ってくれ、何としても運び出す。出ないともうコンボイ司令官には。お、バンブル。もういいホイールショック、諦めよう。何を言ってるんだバンブル、君が一番コンボイ司令官との再会を待ち望んでいたじゃないか。ここでオイラたちが爆発に巻き込まれて死んでしまえば、その方がコンボイ司令官は悲しむよ。もう諦めよう、ホイールショック。バンブル。そしてきれいさっぱり基地は吹き飛んだぜ。バカなサイバトロンどもだ、あんなポンコツ兵器のために命を落とすなんてよ。ま、いずれにせよこれで俺たちの邪魔をする奴はいなくなったわけだ。あとは薄汚ねマキシマルどもからトランスワープギアを奪うだけだぜ。オイラたちはまだくたまってないぞテラコン。の、その声は。貴様らのような邪悪な心の持ち主がいる限り、サイバトロンは絶対にくたばらないぞ。バカめ、コンボイを見つける方法を失った貴様らにもはや何ができる。行くぞフリーザー。オッケー、トランスフォーム。トランスフォーム、クレイノート。トランスフォーム。あいつめ、無鉄砲にも我々に突っ込んでくるつもりか。吹き飛ばしちまえスコルボロック。おう、ねえクソチョコマカと動き回りやがって、狙いが定まらんぞ。おお、己生意気な。油断したらスコルボロック。ぐわぁぐわぁ、ねえクソ、奴は俺たちの注意を引くためのおとりだったのか。小賢しいサイバトロンどもめ、次はまとめて吹き飛ばしてやる。そうはいかないぞ。でりゃー、うわー、でー、まだこのパターンか。フリーザー、次でとどめだ。なに、でりゃー、ぐー、ぐー、あ、あー、ぐー、う、う、う、こんなバカなことが。オイラたちを見くびったのが運の尽きだったなスコルポノック。おとなしく降伏しなさい、その方が身のためよ。スコルポノック、今助けて。お前もこれで終わりだフリーザ、散々生意気を抜かしてきたツケが回ってきたな。こいつらどうするバンブル。重しをつけて海の底に沈めちゃおうぜ。そしてサイバートロン星に帰る方法が見つかったら連行して牢屋にぶち込んでやろう。くそ、もはやここまでか。ところがである。うわあああ、バンブル。うわあ、ひひひ、油断しちゃダメだろ。アーシー、バンブル。貴様もだホイールジャック。
戦場ではちょっとした油断が命取りになるのだ。引き上げるぞ、フリーザにスコルポノックよ。かしこまりました、スカージ殿。じゃあばよ、サイバトロンども。あと一歩で奴ら追い詰められたのに。まさかスカージが現れるなんて。奴らとの戦いは最後の最後まで油断できないわ。フリーザよ、腹いせに最後の一発をお見舞いしてやれ。かしこまりました、スカージ殿。これでも食らえ。みんな避けろ。じゃあばよ、マヌケなサイバトロンども。二人とも大丈夫？ああ、なんとかね。この5年間ずっと拠点にしてた基地まで失ってしまったわ。エネルゴン感知装置、僕の可愛い発明品が。ますます危機的な状況に追い詰められてしまうサイバトロン戦士たち、果たしてどうなる？最後まで見てくれてありがとう。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。画面真ん中に表示されてるアイコンをタップまたはクリックするとチャンネル登録ができるよ。それでは次回の動画もお楽しみに。さよなら。